1ヶ月漁師生活、早々に10キロのダイエットを成功し、3つの難題を課せられたマサル。1つ目、10キロオーバーの磯マグロを捕獲し、執念で25メートル潜水も達成。残すは鳥をも飲み込む魚 GT のみ。果たしてマサルは期間中に GT を捕獲し、100万円をゲットすることができるのか。よし、さて、漁としては本日が最終日ですね。今日は今まで2万円がマックスやったと思うんですけど、3万円分取りましょうということで、3万円を目標に行ってきます。高校生たちが手振ってる。さあ行くぜ。はい、ということで最終日、本気で GT を狙いたいんで巻き絵します。これ工場に出たブダイの穴ですね。これを使いまして GT を寄せましょう。絶対来るはず。というわけで本日は素潜り最終日。果たして GT は取れるのか。今日もウミガメがいますね。あんまりこんなこと言ったら怒られるかもしれないんだけど、こいつら保護されすぎて爆増しています。何か一種だけを保護することはかなり環境に影響を及ぼすんで、僕は結構反対派なんですね。さて話が逸れてしまったんですけども、今日は海のコンディションがかなり良いです。回遊魚が食べに来るような小魚が大量に発生していました。これは GT に出会える可能性が結構高いぞ。しかしこの日も疲労でかなりエイムが悪いです。キロ3000円の高級魚フエダイを狙うが、ヒットならずと。そしてお次は南洋ブダイ。かなり警戒心は薄そうだ。狙いを定めて、ヒットならずと。そして諦めずに魚を狙っていきます。今度は頭上から狙いを定めて、相手が動いていく方向を予想しつつ、ヒットならずと。そしてこのタイミングで胸熱な魚と出会うことができました。ちょっと濁ってて見づらいですね。申し訳ないです。絶対にわからないと思うんですけども、皆さんもぜひ探してみてください。正体はスジアラでした。4キロぐらいありそうな立派な個体ですね。しかし警戒心が高く、全く近寄らせてもらえませんでした。そして続けざまに潜っていきます。今度は何に出会えるでしょうか。皆さん当たらないと思いますけど、ぜひ予想してみてください。はい、イソマグロの群れですね。1匹10キロ前後といったところでしょうか。喉を鳴らして好奇心を煽っていますが、残念ながら近寄ってきてはくれませんでした。さてここでようやく獲物を発見した様子。海底まで一気に潜航していきます。さて何やら岩の下に魚を発見した模様。いたのは高級魚青の目旗。移動する先を予想して頭が見えた瞬間に打ち込みます。ヒット。さてようやく初魚種青の目旗ゲットです。過去最高額を叩き出すと豪語していたが、大丈夫なのか。そしてここで一気に緊張が走りました。なぜなら GT のような魚影が見えたからです。水中銃も最大のパワーで挑みます。そして皆さんごめんなさい、 GoPro のデータが紛失したのでデータがないです。後ろから見ててください。ということで潜航開始。魚を驚かせないようゆっくりと近づいていきます。少しでも物音を出せば魚は逃げてしまいます。そしてここで勝負をかけに行く。なかなか距離が詰められないが、これ以上足ひれをこいでしまうと逃げられてしまう。狙いを定めてヒット。ものすごい勢いで走っていますね。シルエットは GT そのもの。まさか全ての伝説を達成することができたのか。さて魚に詳しい方は気づいていると思いますが、このお魚
ドヒキアジという魚でございます。ロウニンアジではございません。ただね、糸引き味初めて取ったんで、これはこれでね、めちゃめちゃ嬉しかったです。そしてこの魚、背びれが糸状になってて、ものすごく長いんですよ。面白い形してますよね。そしてついに日も暮れ、GT は諦めようとしていたその時、まさかの、GT 降臨です。遠目でね、あんまり映ってないんですけど、40キロぐらいあるバカでかい GT を今追いかけています。が、全然ね、これ取れそうになかったです。はい。いや、悔しい。やばい、GT いた。というわけで皆さん、1ヶ月漁師生活の応援、本当にありがとうございました。5年前からやってるこの GT の挑戦、今回もダメでした。悔しい。いやー。最後にいたなぁ。うわぁ、まあ、あれは悔しいとかではないな。つける答えではなかった。でも一番最後に見るか。あれ取ってたら100万だったんでしょ。うわぁ、くっそ、めっちゃ悔しい。ただ、とりあえず夜も行きましょう。というわけで夜の海に出陣したんですけども、ちょっとね、 GoPro のバッテリーが全部切れてしまってたんで、こっちのね、三人称視点の映像だけになります。さて、何か獲物を発見したようです。潜航開始。水深は10メーターほどでしょうか。海底は真っ暗です。おっと、何かついたようですね。つけたのは長ブダイのメス。そしてお次は南洋ブダイをヒットと、今度は岩の上から何やら狙っています。取れたのは長ブダイのオス。結構いいサイズですね。さて、脳天締めと血抜きをしてる間にまた獲物を見つけてしまったので、抱えたまま魚を狙いに行きます。ヒット。取れたのはネズミフグ。島ではアバサーの愛称で親しまれ、味噌汁や唐揚げとして食べられています。その後もしばらく魚を探したんですけども、これ以上の漁獲はございませんでした。ということで、陸に戻って最後の計測をしていきましょう。ということで、1ヶ月漁師生活最後の漁が終了しました。最後の最後、上がる手前、GTに出会うとはな。なんかもうそこが終わりじゃない、始まりなんやぞって感じが、あの GT が背中で語ってましたね。いやー、悔しいなー。でも悔しいなー。まあ悔しすぎてね、夜潜りに行ったんですけど、今日ね、月が明るすぎて魚が起きてましたね。激渋の夜でした。夜だったら基本的には船で行けば20キロぐらいは取れるんですけど、3匹しか取れなかったですね。ちょっと渋めです。そして渋めではありますけども、早速計測をしていきましょう。いつもの長ブダイ、これは 2.9 でいいだろう。長ブダイメス、ネズミフグ、そして紛らわしいこいつよ、糸引き味ですね。もうね、視界に入った瞬間、うわ GT やってね、思ったんですけど、おでこまでのシルエットはね、 GT と一緒なんよ。でもね、 GT ではないですね。計量してみましょう。 4.2 か。8キロぐらいありそうなのにね、薄いわこいつ。そして本日の2000円魚、青の目旗ですね。デッキュということで、本日の合計金額8640円でございます。少ないですね。まあ、ただね、今回はね、GT 狙いに特化してたっていうのと、もうね、下手くそすぎるな。全く当たらん魚に。魚付きは、心、技、体、すべて整ってないと、これなかなか厳しいですね。魚の頭を負けにする作戦。効いてる感、ちょっとあったね。いつもより回遊魚の活性が高いような。だって、糸引き味あえて、磯マグロの群れも見て、で、バラクーダもね、動画映ってないんだけど、超でかいのがいたの。あれはでかかったね。20キロぐらいありそうだったな。回遊魚バンバン見ましたね。あとね、これも映ってるかわからんけど、今回、最高級魚、スジアラ。割とでかいのがいたね、海底に。全然警戒心高くて、もう全く近寄れなかった。いやー、なんかもう少し運と技量があればとんでもない漁獲になってたやろうな。精進するしかないな。ということで、今日はですね、糸引き味を使って料理をしていきましょう。はい、というわけで戻ってきました。本日の食材はこちら、
糸引き味ですね。パッと見 GT に似てるんですけども、実際に GT とは若干種類が近くて、同じね、アジ科の魚なんですね。 GT もローニー味もアジ科の魚の特徴として、こうゼイゴがありますよね。ただね、糸引き味のゼイゴはそんなに硬くないですね。柔らかい。そして糸引き味のなんと言っても特徴的なのはこれですよね。ヒレ、この背びれの長さよ。めっちゃ長いんですよ、背びれがね。ほらほら、こんなに長いんですよ。で、糸引き味ね、これかなりね、いかつい見た目、まあ、GT みたいな見た目してるんですけども、幼魚の時がね、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。港の中とかでひらひら泳いでるのをね、見るんですよ。めっちゃ可愛いんですけど、でかくなるにつれてヒレの比率がどんどん小さくなっていって、 GT みたいな体になっていくと、そんな魚でございます。水族館でもね、幼魚が展示されてるのを見たことがある気がする。で、ちなみにですね、僕糸引き味取るの今回がね、初めてです。でかいの初めて見ましたもん。水中で興奮したもん。糸引き味やって言ってめちゃめちゃ興奮した。で、そしてね、俺一回ね、東京住んでた頃に糸引き味食べたことがあって、その時の糸引き味はイカの味がしたんですよ。で、今日の糸引き味はどんな味がするんやといったところでですね、やっていきましょう。はい、それではまずは頭を落としていきます。なぜこの魚を選んだかと言いますと、鱗がないからです。うわー、卵でかいな。うわ、卵が立派ですね。これ今日味噌汁の中入れましょう。うわ、いいね、卵エネルギッシュじゃないですか。でっかでっか、卵ほぼ卵ですね。血合いを取っていきましょう。そう、でもこの糸引き味、ここに何か傷の跡がありますね。これもしかしたら昔漁師に撃たれた傷の可能性がありますね。意外とね、魚ついて逃げてる魚いるじゃないですか。で、あのままもちろん死んでしまう魚もいるんですけど、生きてる魚結構いるんですよ。島だとね、疲れた古傷がある魚が上がることって結構あるんですよ。まあ、ただ普通に怪我をしただけなのかもしれませんが、あ、柔らか骨。こっちの身は明日ママにあげましょう。糸引き味は結構ね、味の評価高いんで、この半身はね、ママにあげましょう。決して3枚におろすのがもう辛くなってきたわけじゃないから。はい、そしたら腹骨を落としていきましょう。これは無理だ。これね、無理かも。無理とか言うな。無理って言ったところから成長が止まるんやって誰かが言ってた気がする。血合い骨を落としていきましょう。まさこ今何パーセントぐらいですか、体力。マイナス670%です。ゼロが最小値なんよ普通。俺まだマイナス950%ぐらいかな。全然余裕。よし、部位に分けることができました。よし、部位に分け終わりました。と、今日はですね、味噌汁を作っていこうと思います。明日ですね、最終日の計量があるんで、米を食いたいところですが、タンパク質のみにしておきましょう。10キロ痩せないと坊主ですからね。めっちゃ嫌やな、坊主。頑張ろう。よし、そしたら皮を引いていきましょう。そういえば糸引き味って皮引くのが難しかった記憶がある。5年前の記憶。ちなみにこの生活中の記憶が曖昧です。なんか昨日の記憶とかもうほぼないもん。あ、昨日酒飲んだからか。はい、ちょっと失敗してんな。リカバリーすれば大丈夫です。ていうか、この百間包丁で糸引き味をしっかり引くのは、まあ、なかなか難しいと思います。これ刺身や。
めっちゃ美味しそうじゃない？なんか糸引き味の刺身。なんか身的にはカンパチみたいな感じしますね。さっき取れたばっかりで硬いんでね、結構薄めに切っていきます。まあ、漁師しか食えない味ってやつですよ。取れたての味ですよ。はい、そしたら味噌汁だ。マジで味噌を開発した人は神。魚のみ、そして卵、 100% プロテイン味噌汁ができますね。水を入れて茹でていきましょう。本当は嫌な野菜買いたかったんですけど、帰ってきたらもうスーパー全部閉まってましたね。セット。はい、それでは火が通るまで待っていきましょう。お母様に借金をしに行ってなかったら今頃野宿で外撮影だった可能性もありますからね。もう野宿したくありません。5万円貸してください。お願いします。それと比べたら今はまあ幸せな方なんやろうな。今日ちょうどね、耳に限界が来ました。さっきから左耳がめちゃめちゃ痛い。持ってよかった。耳抜きはできるんですよ。耳抜きはできるんですけど、耳抜きして海底まで行って耳抜き終わった後に上がってくる時って勝手に耳の空気が抜けていくんですよ。それが抜けないの。鼓膜がブワーって膨らがってくる感じで、それで実際鼓膜が破れることあるんですよ。やばい、鼓膜破れそうやな、めちゃめちゃ痛いなっていうのをずっと繰り返してました。ちなみに鼓膜が破れた際のやばいこと、まあ別に鼓膜が破れる分にはいいわけですよ。治りますからね、鼓膜は。でも鼓膜が水中で破れると水が入ってくるわけよ、耳の中に。そうすると三半規管が狂うんよね。三半規管に水がかかるわけよ。そうなるともう前後左右分からなくなるらしい。もうそうなると平衡感覚が分かんなくなって絶対に溺れるみたいに言われてます。なんでね、水中で鼓膜破れた瞬間こうやってやんなきゃダメ。耳、水が入ってこないように。でこのまま上がるところまで想定してます。じゃあ味噌を溶いていきましょう。果たしてこれを味噌汁というのでしょうか。海外の人がね、結構ね見に来てくれてるんで、日本の味噌汁とはこうなんだってね多分思っちゃうと思うんですよ。味噌汁はこういうもんではないですよ、海外の皆様。僕は今特殊なことをやっております。もっとね、味噌汁って繊細に作るんですよ。これに関してはもうなんかなんて言うんだろうね、味噌と魚だよね。汁とは名乗ってほしくないよね。同じじゃないゲイ。卵がでかい、熱そう。はい、それでは完成しました。これで減量生活も終了やな。明日の朝解き放たれるわけや、俺の食欲が。ほんまは唐揚げとかいろんな料理で食べたい。米と合わせて食いたいな。でもうまいんやろなこの味噌汁。いただきます。えっ、ちょっと待って、耳痛。耳が痛くなるぐらいうまいですね。え、これめっちゃうまいわ。めっめっちゃうまい。我々疲れすぎて気づかなかったんですけど、刺しで作ってたよね。どっちか気づくやろ。まさこさん、どっちか気づくやろ。刺身食おうぜ。今日朝ごはんも昼ごはんも食べてないという状況を抜いても呆れるぐらいうまいな。とんでもなくうまいぞ。ちょっとこれ食べてみて。今回の生活の中で一番うまいわ。バチクソなんだ。めっちゃ美味しい。めっちゃうまいな。なんでこれね、食感はもちもちしててとろっとしたような食感で、でかつ青身魚特有の生臭さっていうか魚臭さみたいなのが全くなくて、あとこの魚の油、油分なのかな、がめっちゃうまい。でなんかね、味っぽい味がする。でも食感はプリップリ、バクうまやこれ。そして見てください、この卵。魚卵好きにはたまらないでしょう。生臭い。卵は生臭いな。全然美味しくないわ。じゃあ刺身も食べてみましょうか。やっぱ一番うまいかもしれん、こいつが。マジか。うわ、マジか。ちょっとこいつやばいわ。糸引き味めっちゃうまい。想像はるかに超えてくるな。基本的に魚って卵を持ってると卵に身の栄養がいってしまって身はね、美味しくなくなるんですよ。で逆に卵を産む前に体に栄養を溜め込んでる時とか脂が乗ってる時っていうのが一番美味しいっていうのがセオリーで、卵がこんなデカデカと入ってるってことはこの魚のクオリティは低いんですよ。の中でこんだけクオリティが低い状態の身でえぐいぐらいうまいぞこの魚。刺身もね、硬くない。
めっちゃうまい。油が乗ってないのに、油が乗ってないはずなのに、すっごいクリーミーな味がしますね。イカの味とか言ってたけど、若干クリーミーなんですよ。これは原料飯最後にして最高を引き当てるっていう。うわあ、たまるな。これは一人味の味噌汁。これ死ぬ日が分かってるんやったら、その日の朝ごはんに食いたいな。はい、それではごちそうさまでした。いやー、長かったな。マジでなんか頑張ったわ。はい、ということで、もうね、この1ヶ月生活してたら、これ見てください、ズボンもね、1ヶ月洗ってないんですけど、もうぐちゃぐちゃですね。ぐちゃぬちゃですよ。もうよじるまみれ。 T シャツもね、洗っておりません。2着ね、やってましたけども。背中はどう？綺麗？まあ背中のラインが綺麗ってよく言われるかも。あ、そういうわけではなくて。はい、というわけで明日の朝をもちまして、この1ヶ月生活終了となるんですけども、10キロ痩せてるのは多分維持してると思う。明日10キロ痩せられているのか。そして、まあ、今もうね、総括を喋りたいところでありますけども、まあちょっといろんな思いを明日喋ろうかな。糸引き味ね、いい出会いでした。記憶に残る魚ですね。明日と言うておりますけども、時刻は1時14分です。みんなよく頑張ったわ。で、明日ですね、この1ヶ月間でいくら結局漁業で稼げたのかと集計して出そうかなと思いますので、皆さんぜひ楽しみに。ということで、明日の動画もぜひ見てください。